どうも、ダイトです。さあ、前回ですね、ライブ配信をいたしました。そして、その間にね、裏作業でめちゃめちゃレベル上げました。レベル24、25ですよ。テリーが21ですけどね。まあまあ、いいでしょう。でですね、多分生放送中にいろいろクエストを受けたんですけど、こちらのね、ルーラの試練と、カムバックお客さん。発音がおかしいかな。カムバックお客さんかな、こんな感じで。この2つをやっていきます。あとは地図で手に入れたものをやっていこうと思います。それではいきましょう。ということで、まずはですね、こちらの試練の祠で、まあ、重要なサブクエストになるんではないでしょうか。便利な呪文を習得できるらしいということで、ルーラを覚えれるということですね。まあ、ルーラは必要になってくるので、これはやってみましょうか。はい。お、いきなりイベントか。なんだよ。めっちゃブサイクなドラゴンじゃん。なんだなんだ。声もブサイク。俺みたいか。よし、試練行きましょうか。なんやろうね、試練。なんだろう、まあ、結構レベル高いから簡単に行けそうな感じですけど、そう簡単に行けるかどうかですね。ルーラってのは離れた場所に一瞬で移動できる便利な呪文だ。これが使えれば広い場所でも自由自在に使えるようになるんだぜ。おお。体に溶け込むってことですね。何するんだろう。お、来ました。始めず、念のためもう一度言っとくけどよ。ルーラってのは離れた場所に一気に移動できる便利な呪文だ。ほうほう。ルーラはガイドの通りにやれば使えるぞ。ほら、やってみろ。城や町、ダンジョンなど特定の場所にはルーラストーンと呼ばれる、不思議な石が浮いています。ルーラストーンの近くで A ボタンを長押しすると以降その場所にルーラで移動できるようになります。ルーラはドライトとカエデマルコが使える呪文です。 R を押しながら B ボタンで唱えられます。まずはどうするんだい。まずは近くで、あ、違う絶対違うな、これじゃないな、こうだな、これで登録か。で、あ、ほんとだ、ルーラって書いてある。よし、次は行き先の選択だな。羽のマークのあるところが行ける場所だぜ。あー、しまった、間違えたかな。これがルーラだ。もう少し練習しとくか。今適当におっしゃったけど、よかったかな。ルーラを使って行ける場所すべてに行ってみな。ほうほうほう。特別に使えるようにしてやったから、ルーラを使って移動してみな。なるほど、もういいのかな、使って。あ、今回特別にガゴラがすべてのルーラストーンを使える状態にしてくれました。行けるところすべてにルーラを使って移動してみましょう。 MP には気をつけるか。とりあえずやってみよう。これで、あ、これでか。あ、なるほどなるほど。で、こうか。あ、いいねいいね。なんだ、めっちゃ簡単や。すげえ簡単やった。で、あと1個。おー、なるほどね。カエデマルコも使えるわけか。よいしょ。そろそろいいだろう。じゃ、実践で試させてもらう。実践とかあんのこれ。あれがやられないようにやってくる魔物を全部やっつけな。え、待てよ。ってことはここでルーラして、これ急がないといけないんじゃない。ここにいたいよね、確か。で、魔女倒す、魔女倒す、魔女倒す。はい、これだけなんだ。で、とりあえずここを倒すと。え、待てい、ちょっと待て、お前ら後ろ向いてどうすんだよ、後ろ向いてどうすんだよ。はい、いったいった、まだいるな。あ、いた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 。全部倒せるんでしょ、倒すんでしょ。これってどうなんだろう。ほら、もう一匹。あ、いた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 。で、これでワープ。ルーラやった。ルーラね。とりあえず正面か。とりあえず正面戻ろう。
で今来てるからここで一気にやっちゃうわけか。よし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 、やっちゃうぞやっちゃうぞやっちゃうぞ、けいけいけい。多分こいつはあらら、やろう。うわー、毒浮かされたー、やーべー。で倒していくと万人を、うわー、大丈夫かな、間に合うかな。待て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 、逃げるなよ。よし、オッケー。でとりあえずどこかな、市街地行ってみようか。とりあえずあそこは放っておいて、先に万人倒してからそっから戻れば間に合うかな。よし、やばいかな、ちょっと早く早く、急げ急げ。黄金のかけらゲット、ありがとう。よし、でルーラで入り口に戻る、正面正面。これこれめんどくせえな。おい、左スティックでやんないといけないから大変だよ。おお、やばい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 、痛い痛い痛い、怖い怖い怖い。あ、ちょっとガードの練習したかったんだ。はい、何もしないの。ガードの練習しようと思ったら終わりか、終わっちゃった。おー、レベルアップした。よかった、オッケー。俺の作戦に隙はない。レベル上がったし。ある意味すげえな。ルーラ覚えました、ありがとうございます。おお、これで終わりか。うん、まあそうだね、ルーラ結構使えるからガンガン使った方がいいですね。登録しないといけないのか。ないない、他に何かある？あ、うんうん。え、あ、いろいろあるんだまだ。うん、他にも試練があるってことか。デルク様。まあまあまあ余裕で行きましたね。はい。他の番人。おお、なんかすごいな。わかりました。めっちゃ見てないけど、まだ試練があるってことか。いろいろルーラの他にもあるってことですね。 あ大変だ。じゃあ続いていきましょう。これで報告してもいいのかな、どうだろう。報告する関係ないかな。あ、できるな、一応なんかもらえるかな。どうだろう、ルーラはもう覚えてるし、何もらえるんやろ。もらえるかな、結果。あ、報酬。ゴールドストーン。意外の意味ももらえるんだね。で、カムバック、お客さん。これやりましょうか。他に受けるものはないし、やりますか。はい、ということで、カムバックお客さんはこれですね。ラバトールのイベント行ってまいります。初めてですね、クエストで、こういうのは。何個かアイテムとかの交換とかはあったんですけど、これは初めてです。すぐに始まったのか。イベントではないですね。一応ルーラーがありますね、ちゃんと。素晴らしい、素晴らしいですね。ルーラストーンあるかな。ルーラストーン登録はできんのかな、もうしてあるのかな。あ、しないね、まだ。オッケーオッケー、しておきましょう。でここでルーラストーンがどっかにはないかな。よっしゃ、やっちゃえやっちゃえ。次、よし、次ダメかな。おお、アップした、レベルアップした。よし、こうやって後ろ回る。オッケー。でルーラーしても多分ダメだろうな、ルーラーストーンがないんで。でここでルーラーストーン登録しといて、登録すんの、どうなんだろう。でもやばいな、でもあそこやべえな、あそこやべえな。ちょっと急げ急げ、狙われてる狙われてる、めっちゃ狙われてる。やばい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 、急げ急げ急げ。やばい、真ん中やばい、世界中の根がやばい、世界中のやばい、やばい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 。あそこルーラストーンあったっけ、あったあったんかい。登ればよかった、ルーラストーンで。やば、
やばいやばいやばい、狙われてる狙われてる、やばい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 、よし、ちょっと待って、ちょっと待って、倒す倒す、うわー、特に拾われた、マジでこれ、登録したいんか、あ、登録してきゃよかったわ、さっき、あ、特技が OK、 よしよし、ケイケイ、一応ここに置いとくか、で、置いとこう、それ大丈夫ね、いっけやばい、大丈夫か、とりあえず置いとこ、チェイ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 、みんな頼むぞ頼むぞ、根を守ってくれよ、これ使えるかな、回復で、てかめっちゃ来るな、攻めに行くか、とりあえずここは大丈夫として守り行こう、よし守るぞ、よっ、ちょっととりあえずルーラー登録しとくけど、あんまりないかな、よし、でもでもやっとかねえとな、一応、よし OK、 バニー後ろに回って、後ろに回って攻撃 OK、 でここでルーラーでコロシアムに行く、んこれかOK、 うわ結構攻められてんな、大丈夫か大丈夫か、オールね、なんかよしよしよし、めっちゃ狙われてるし、回復しとこで OK、 おめっちゃいる、よっしゃめっちゃ経験値上がるぜ、いいレベル上げじゃ、いらないもん、ちょっと捨てておこう、いらない、あ、こっちいる、こっちいる、こっちいる、こっちいらない、よっしゃ、いけ、よっしゃ、おー、テリー、ナイス、テリー、誰やったっけな、テンション上がるのモモか、これは MP 回復でしょ、どこにいる、あ、こっち違うわ、下やった、こっちか、よっしゃ、俺ら、おいーし、やめちゃえ、やめちゃえ、行っちゃって、行っちゃって、オッケー。よし。お、最後の猛攻。すべてのモンスターをやっつけろ。逃げてもいいんだぜ。よっしゃ、行っちゃえ、行っちゃえ。ほら、やられろ。行っちゃってください。行っちゃってください。よし。行っちゃって。行っちゃってください、これで、あ、待って、回復しとこう、で、なって回復して、で最後行っちゃいましょう、よいしょ、あ、ハドツネシ、なんで、行っちゃってください、で、一応、あ、オッケー、よーいしょっと、行こう行こう行こう、やられちゃって、どうかな、これで逃げ出したか、よし終わり、イエーイ、テンションアップ使わずに行ったぜ、オッケーオッケー、はあ、よかったよかった、使わないとな、これでいいのか、どうだろう、うんで一応レベルアップしましたし、報酬もまあまあかな、うん、お、なんかハゲンのリングが手に入った、さあそしてお待ちかね、報酬です、報告します、はい、どうかな、何もらえるやろ、どうでしょうか、クリア、なんだろう、セークゴールドまあ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 、うーん、やっぱまだクエストはもうちょっとストーリーを進めると新しいクエストが出るかな、もうちょっと頑張りましょう、じゃあ続いて、いきましょう、さあ続いてはこちらですね、行きましょう、試練じゃない、試練じゃない、試練はもう終わったんだよな、これなくなってる、なくなってるね、試練のやつは、ってことで、地図のですね、行きましょう、鋼鉄の番人、何やったかな、やったことあったやつだかな、あ、これか、いたいたいた、キラーマシンね、1号とか2号3号いたね、めちゃめちゃね、やられまくったやつ、行っちゃってー、やばい、
当たったかちょっと。やばい、これまでこの赤い線に入っちゃまずいんだ。よいしょ、いっちゃってー。ルーラーもう意味ないからな。やばい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 ぞ。これはいっちゃってっと。やばい、大丈夫かな。もう結構強いからな、俺も相当強いからな。よし、いけ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 るいける、余裕でいっちゃうよ。あ、ちょっと危ない危ない危ない。ディーンがねえかな。ディーンがいいかな。結構電気系食らうはずやから。オッケーオッケー、いけいけ。やばい、なんかめっちゃ食らってんの。なんか一つ食らってんの。微妙にちょこちょこ食らってるし。やばいやばい、これはちょっとなんだ、回転レーザーか、やっぱり。あ、バレバレ。あ、やばい、回転レーザーだこれも。よし、次もう一匹ディーン、いっちゃおう、ディーン、いっちゃおう。ライディーン、電気系食らうからね、めっちゃ。あー、やっていたくない。よし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 、オッケー。あ、余裕。もうこんな余裕倒せるんだ、強えな、これ。やーべ、もうこんなに強くなったのか。まあ確かに剣が奇跡の続きっていうね、めちゃめちゃいい剣持ってるんで、そりゃ倒せますよね。あー、なるほど。そっか、ボス戦だったのか、手に入れたの。多分これで裏の地図が手に入ると。宝がどっかに出てくるはずだけど、あ、出てきた出てきた。でこれで裏の地図をゲットとですね。はいはい、そうですね。はい、オッケーオッケー、ゲットゲット。裏の地図、勝つためには頭を使わないとな。余裕でいけましたぜ。頭使わなくても余裕でいけたぜ。よし、こんなもんか。ああ、まあまあ、うん、地図だけか、やっぱり。で、これで全部の今の受けれるクエストもすべて、終わりました。で、受けることも今できません。あ、これ以上やることはストーリーを進めないとできないって感じですね。はい、だいたい終わりました。で、ちょっと最後に。どれぐらいちょっと裏作業しまくったんで、これで小さなメダルどれぐらいもらえるかですよね。討伐報告、すごいことになってますね、多分きっと。お、めちゃめちゃ入った。あ、終わりか。そんなにか。これは？おー、なるほど。呪文いっぱい使ったから。特技とか。あー、まだか。まだこれだけか。まあ、仕方ないか。もうちょっとね、入るかなと思ったんですけど、まだまだ討伐数が足りないですね。うん、まだまだ少ないな。でも結構やってんな俺。やってますよ、めちゃめちゃ。メタルハンターがちょっと少ないかな。うん、もっともっとね、倒しましょう。はい、ということで今回はサブクエストをやっていきました。で、次回からメインストーリーをまた進めていきます。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。バイバイ。